新たにオープンした子ども防災体験広場は、将来の地域防災の担い手となる幼児児童をターゲットに、楽しみながら防火防災について学ぶことができる学習施設です。オープン初日となった今日は、近くの幼稚園から園児およそ30人が招待され、早速アトラクションを体験しました。迫り来る炎を放水銃で消火することで火の怖さや初期消火を体験できるものや、大規模災害を疑似体験しながらクイズに答えて防災知識を身につけるコーナーなど、合計7つのアトラクションが用意されています。火事を消すところ、火事の消すところのゲーム、そのゲームが楽しかった。鉄砲で火って消したりするやつ、火の玉が散らだってて、あとはハモとトタみたいなやつで遊ぶのが楽しかったです。特に園児たちに人気となっていたのは、ネット遊具を活用して地震の際に体を保護する方法や避難の仕方などについて学べるこちらのコーナーです。子どもたちは嬉しそうに何度も何度も繰り返しチャレンジする様子が見られ、お気に入りとなっていました。他にも親子で協力し合いながらミッションに挑戦し、防災知識を身につけるコーナーなども設置されています。立川防災館を運営する東京消防庁では、発生が危惧される首都直下型地震などの大規模災害に備え、一人一人の防災行動力の向上を目指していきたいということです。